下味冷凍でアレンジいろいろ、豚こまホットプレートピザのご紹介です。下味冷凍しておけば食事作りが時短に。豚こま切れ肉 300g は塩コショウ少々を振って軽く揉みます。ジップロックフリーザーバッグを用意しましょう。オープンタブと滑り止め加工で開けやすい。ケチャップ大さじ4と玉ねぎのすりおろし大さじ2を入れてよく混ぜます。豚肉を加えてよく揉み込み、薄く平らにして空気を抜き、ジッパーを閉めましょう。閉まったことがパチパチわかるジッパー機能付きです。冷凍保存します。密封性の高いジッパーと厚手の素材で美味しさをキープします。休日に漬け込んで冷凍しておけば、平日は時短で夕ご飯、味もよく染み込みます。これを使って豚こまホットプレートピザを作ります。朝下味冷凍した豚こまケチャップ味を冷蔵室に移して解凍しておきます。夕方には解凍完了。耐熱容器に玉ねぎ1/2個分、ズッキーニ1本分、バター 10g を入れます。サランラップを用意し、ゆったりと蓋をして500ワットのレンジで約5分加熱しましょう。塩コショウ少々を振り混ぜます。豚こまケチャップ味は肉が大きければ食べやすく切り広げます。小麦粉小さじ2をまぶしましょう。クックパーフライパン用ホイルを用意します。ツルツルコートで油なしでもくっつきません。ホットプレートの大きさに合わせて台の上で広げます。小麦粉をまぶした豚こまケチャップ味をのせ、直径20センチ程度の円形に広げ、玉ねぎとズッキーニを半量ずつのせ、ピザ用チーズ 60g を同様にのせます。余熱したホットプレートにのせましょう。ホットプレートにのせる際は火傷に十分ご注意ください。蓋をして 4-5 分、肉に火が通りチーズが溶けるまで焼きます。4等分にしたプチトマト4個分とちぎったバジルの葉適量を飾って完成です。肉やチーズも焦げつかない。ホットプレートが汚れず後片付け楽々。ぜひお試しください。